印西市の古道と道標シリーズ第19回の今回は、泉神殿から寺台までの約 5.8km を歩いてみました。この道は17世紀の後半に開墾されたかつての印西脇の草深い土地を東西に横断する道で、沿道には宗府家の歴史が刻まれてます。